<laughs> ちょっと待って。めっちゃお、えー、でもこれさ、顔写真さらせへんかったら無理じゃない。いや、これ、これさ、おもろいけどさ。<laughs> こいつ <laughs> ちょっと待って。ちょっと顔の、どうしよっかな。顔の、だからこうしよっか。こうやって隠そうか。見て。口だけ打つか。 受験の顔写真、これで大丈夫ですか緊急事態です。<laughs> <laughs> めっちゃ顔やねんけど。<laughs> これ今日の23時59分までなんで、ガチでお願いします。<laughs> いや大丈夫ちゃううん、そこそこ悪くない顔してるよ。ちょっと唇が分厚いな。うん、かわいい、かわいい。うん。なんか肌もね、小綺麗やし、こう。 うん。爽やかな陰キャっていう感じですね。比較的綺麗な陰キャっていう感じでいい顔してるんじゃないでしょうか。はい。これやったらね、まあ顔だけでも、まあ東京理科大とか東工大ぐらいなら顔パスなんじゃないかなっていう、綺麗な陰キャの顔してますね。はい。陰キャあるあるなんですよね。やっぱ唇分厚いってい。やっぱ俺もちょっと唇分厚いや、意外と。これありますね。陰キャあるある。唇分厚がち。あるんですよね。